上越市のワイナリー岩の原ぶどう園では今日から雪室に雪を搬入する作業が始まりました。雪室で熟成したワインは味がまろやかになるということで、岩の原ぶどう園では100年以上前から醸造や保存に雪を活用しています。ただこの冬は小雪のため周辺にほとんど雪がありません。そこで山間部からトラックで雪を集めてきたそうです。ワインを管理するの中でですね、ある一定の温度を保つっていうことが一番大きなことなんで、非常に雪っていうのが重要なものだと思います。まあ雪入れが入れられてですね、ほっとしてますね。作業は明日まで続き、およそ300トンの雪を入れるということです。